ISU ジュニアグランプリシリーズは各地持ち回りで開催される ISU ジュニアグランプリ7大会と7大会の上位選手が出場する ISU ジュニアグランプリファイナルを含めた総称国際スケート連盟が主催する国際スケート連盟の定義するジュニアクラスのため世界選手権シリーズで決勝大会を除き1選手につき2大会まで出場できる シリーズ各大会の成績上位者が決勝大会である ISU ジュニアグランプリファイナルへ進む。男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンス競技が行われる。ISU が定めるジュニアクラスを対象とした世界選手権には1975から1976年シーズンから世界ジュニアフィギュアスケート選手権も行われている。 1997から1998年シーズンに6つの国際大会の成績上位者が決勝大会へ進むジュニアクラスのための ISU ジュニアシリーズが創設された。翌1998から1999年シーズンにより開催規模を拡大し、決勝大会を含め京急大会での開催となり、ISU ジュニアグランプリシリーズと名称が改められた。 翌1999から2000年シーズンからはシリーズを構成する大会が毎年変わるようになった。ペア競技の参加者減少により2006から2007年シーズンから一部大会でのみのペア競技開催となった。2009から2010シーズンからは規模を縮小し七大会での開催となった。二千二十から千二十一シーズンは新型コロナの大流行などを受けて全試合を 中止することを決定した。各国、地域に対し、可燃度シーズンの世界ジュニアフィギュアスケート選手権の結果に基づき出場枠が与えられ、出場選手は各国、地域の統括団体が決定する。ISU グランプリシリーズに出場する選手は、当 ISU ジュニアグランプリに出場できない。各大会の成績をポイント化し、総合ポイント上位6名が、 ISU ジュニアグランプリファイナルと呼ばれる決勝大会に出場することができる。この ISU ジュニアグランプリファイナルはジュニアクラスの国際大会としては世界ジュニアフィギュアスケート選手権に次ぐ大会とされている。ISU ジュニアグランプリファイナルは2008から2009年シーズンから ISU グランプリファイナルと同時開催されている。 1997から1998年シーズンに創設された ISU ニアシリーズでは第1戦から第6戦までは1997年8月から11月にかけて行われ ISU ニアシリーズファイナルは翌1998年3月に実施された1998から1999年シーズンの開催日程も 1> 第1戦から第8戦までを1998年8月から11月にかけて行い、翌1999年3月に ISU ジュニアグランプリファイナルが行われたが、1999から2000年シーズン以降は、8月頃にスタートし12月の ISU ジュニアグランプリファイナルで終了する日程となった。ありがとうございます。